皆さんこんにちは、ファミツアップスターズ大吾桜井です。そしてキャモスです。鈴木ちゃんです。はい、ペグです。お願いします。お願いします。さあ、ということでですね、今日は何をやるかと言いますと、まもなくね、RAGE の地方予選が始まりますと。はい、そこで5月4日5日のまず大阪予選から入るんですけれど、そちらをね、ちょっと予想妄想会をしようじゃないかと、はい、妄想会といったところでございます。ちなみに皆さんはRAGE出ますか？はい、出ます。おっ、これちょっとさリザーバーです。おお、出れます、出ます、出ます。出れたらはい。じゃあ今RAGEのリザーバーで努力をしていると。はい、一応出れた時のために。さすが僕予定入っちゃっていけなくなっちゃったんですけれども、ちょっと様子は見たいと思っております。でちょっとね、やっぱ皆さん選手なんで、言える範囲でいいんですけど、じゃあまずリーダー比率、BO3 でね戦っていく。初日はシングルエリミネーションの8名1組のトーナメントとなってるんですが、2つリーダー持ってきるわけじゃないですか。それのやっぱ一番じゃあ多い、2番目に多い、3番目に多いリーダーは何だと思いますか？じゃあ1番。いや、一番はもう言う必要はないね。語るまで。まああれですよね、さらせその白骨をってやつですよね。骨だらけ、骨だらけ、ネクロマンサー。やっぱネクロマンサーを持ってくる人が一番多いだろうと。おそらく多いんじゃないですかね。あ、そうっすよね、多分。まあ俺も絶対多分出るな持ってきます。で2番。2番も。まあ硬い方というか、まあ硬そうですけどね。ドラゴンじゃないですかね。やっぱり今ネクロドラゴンがランクまでも多いですもんね。そこが大暴れしている。なんか圧倒的にその2クラスがめっちゃ強いイメージなんで、逆に他のデッキ持っていくとしたら何デッキ持ってくるかなっていうのが気になりますよね。3番人気って何ですかね。3番人気ですかね。エルじゃないですか。なんか OTK エルフ。雰囲気的には、雰囲気的にはエルフだったら白銀と OTK だったらどっちなんですかね。多いとしたらやっぱ普通に OTKなんですか？くらいじゃないですか。3番目には白銀エルフ、OTKエルフなど、ちょっとドラゴンに有利つけるような構成にした、なんか戦えそうな雰囲気があるエルフが。そうですかね。あとはやっぱ残ってるのがロイヤルウィッチビショップ、ヴァンパイア、はい、なってるんですが、ネクロメタのビショップなのか、コントロールメタの超越なのか、あるいは型読めないヴァンパイア。ヴァンパイア面白そうですけどね、僕は。なんか上振れしちゃえば何でも勝てる感じありますね。そうですね。4ターン目にちゃんとベルフェゴールを受ければ。でも引けないとちょっと怖いんですよね。怖いですよね。それ。まあブレが大きいですね。でかいですね。まあ最下位は多分ウィッチなんですよ。ああ、多分ですね。ウィッチ、あ、そうですね。ロイヤルじゃないですか。そこでなんか最下位競争してる。ロイヤルは結構ファンが多い気がするんですけどね。あれも相手がちごっちゃえば勝てるような。そうですね。あんまり一枚ぶれもないですし、安定してるっちゃ安定してるので、遅いんですけど、その進むスピードがちょっと遅いんですけど、エキパワーが他のやっぱティア1に比べると劣っちゃいますからね。そうですね。やっぱ今超越って感じじゃない。超越はアグロネクロ、そうっすね。ネクロマンサーに勝てないきついし、なんかドラゴンにもワンチャン負けるし、ヴァンパイアもきついし、トロシーって感じでもまあないかなっていう感じですかね。トロシーでも勝率ね 40% 近いらしいですからね。あ、そうなんですか。 40% そんなにかかっちゃったんですね。そうなんです。前環境であんなに 60% ぐらいあったのに。じゃあビショップヴァンパイアが4番手競りそうですね。その辺やっぱエイジス置いたら、まあまあちゃんと置けたらほぼ勝ちなんで。確かに思想あんま少ない方のねドラゴンとかにはね出てますからね。そうですね。あとはやっぱりネクロに強い、うまく回る禁じられた儀式ですね。それこそなんか記事で禁じられた儀式の採用の有無みたいな、ありかみたいな。まあまあまあネクロ、だから BO3 だったらやっぱネクロいっぱい出てくるし、ありなんじゃねえのみたいなやつを最近書きました。 BO3 ってやっぱりあんまりやらない形式というか、大会専用の形式みたいなですね。その大会で勝つためにどういうデッキのそのリーダーの組み合わせにしてくるのかっていうのはありますかね。なんかネクロは 100% に近い確率でみんな持ってくるんじゃないかって思うんですけど、もう一つの相方を BO3 ならメタ側に回らない方がいいのかなと思います、ね、ああなるほどなるほど、シンプルに強いデッキでメタ側に回っちゃうとなんかそれをさらにメタってるみたいなデッキにも負ける可能性があるんで、ビショップ対策済みネクロとかに負けるってことですよね、そんな感じとか。なるほど、まあ予選レベルだと本当にどんな人が出てくるかわからないので、そのなんていうんですかね、そんなにちゃんとみんながみんなしっかりやってきてるわけでもないですし、結構だからそういうとこでなんかそのみんながちゃんとしっかりやってる前提でデッキを持っていくと変な地雷デッキ踏んで負けたりとかしちゃうので、まあなんかある意味ランク予選だとランクマッチと近い気は。ランクマッチで勝率が高いの持ってた方がいいんで、単純にあの感覚で BO3 をやるくらいの方がいいのかなと思ってますけど。なるほど、ちょっとためになりますね。確かに決勝はねまたちょっと違ってきますけどね。R1でいこうかな、アグネクに勝てないな。じゃあやっぱこの神々の騒乱の環境になって、やっぱこのカードが一番暴れるんじゃないかと、例えばこのカードを対策できれば勝てるんじゃないかとか、そういうまあ注目カード、キーカードみたいなのっていうのは、なんだろうな。いやまあでもな、正直まあ将軍ヘクターですよね。ヘクター、そうですよね。いやもうつまんないんですけどねこの回答。死ぬほどつまらない回答なんですけど、本当そこですよね。ヘクターを対策できるかがないっすよね。ありますかねヘクター対策。どうやってもヘクター残っちゃいますもんね。一番俺がいいなって思ったのが、相手よりも将軍ヘクターいっぱい引くっていう。そうですね、間違いない、それは間違いない。ヘクターで返す、相手が1ヘクターとこっち2ヘクターよ、勝てるんですよこのゲーム。そう考えるとやっぱヘクターの使いどころ難しいですよね。こう7コストでポンって出したももちろん強いんですけども、やっぱミラーの時とかやっぱなおさら一番強いタイミングで出したいじゃないですか。そういった意味でやっぱヘクターがキーカードっていうのは、まああんまり単純に引いた枚数になることがほとんどなんで、まああれなんですけど、まあでもやっぱそこはやっぱりね。じゃあウルさん、僕はなんかドラゴンミラーになることが多分多いと思うんで、ウロボロスがやっぱりキーカードというか、ウロボロスをどうやって対処するのかっていうのと、そうですね、昨日一晩中論議してましたね。ウロボロス合戦に絶対なりそうじゃないですか。だからウロボロスをまあ対策するためにライトニングブラストの数増やしたり、なんならもうオーディンとか入れたりみたいなっていうデッキとかもありなのかなっては考えてるんですけど、まあウロボロスがやっぱあれが本当相手より先にウロボロスを出すための場面作るみたいな。そうですね。じゃあフェグさん、ドラゴンとネクロ言われちゃいましたね。じゃあまあ言ってないので、やっぱネクロマンサーだとまあ骨の貴公子ですよね。先行12骨の貴公子で、まあ負け覚悟してますよね。ゲーム終わりますね。ドラゴンだったらあとは水粒子の巫女、あいつもいつ引いても強いですからね。そうですね。それの貴公子12で出せて3ターン目骨の貴公子どうやって対処してます？もうだからニコスのダメージ与えるスペルを入れるしかないっすよ。1匹でも減らす、本当にそれしかないので、やっぱとりあえずネクロミラーは先行を取ることが大事。そうですね。だから多分ネクロは、まあ、僕個人的な意見だとやっぱ大体ネクロドラゴンだと思うんですよ。まあ僕出ないんで全部言うんですけど、僕も行く時はネクロドラゴンで行くと思うんですよ。で、ネクロは多分お互い勝つんですよ。やっぱ結局ドラゴンミラーなんですよ。そこでやっぱドラゴンミラーをオリビエ、進化系のオリビエとか大釜とかがミラーで結構強くなってくると思うんで、そのやっぱドラゴンミラーを強く意識したドラゴンの構築が自分は大事にしていきたいなというふうに思っております。ネクロを対策するんじゃなくて、やっぱミラーに強い。そうですね。ネクロはネクロで勝てばいいです。しょうがないと思ってます。あとなんかありますかね。じゃあウルフはレイジ何持ってるかちょっとここで言ってください。俺言っちゃうんですか？いやこれ多分レイジ出されてる人見てますよ絶対。同じブロックの人いるかもしれないですけど、ドラゴンネクロです。僕もさっきさくらさん言ったようにバリバリドラゴン対策したいなと思ってて、ドラゴンでドラゴン、はい、ドラゴンでドラゴン、もうネクロマンサーはもうしゃーなしとして、はい、ドラゴンで頑張ろうかなと。ネクロマンサーは先行取って勝つと、はい、ということで、はい、同じブロックの方よろしくお願いします。一緒ですね。あ、一緒じゃないですか。もう一番やばいですね。やばいやばい。で、今話してた感じで、僕はネクロミラーは先行取れっていうふうに言ったんですけど、やっぱ高校になっちゃう時もあるじゃないですかね。そうですね。確かにその時に勝てるような戦い方構築っていうのは、何かネクロミラーで意識することっていうのはありますかね。ヘクター多く引くじゃなしでゾンビパーティーですかね。でも入れすぎると先行の時に動けなくなったりするんでとかあって、悩みどころですよね、そこも。確かにゾンパを多めに積んでいく3枚。いやでもどうなんですかね。僕はゾンパ結構好きっす。3枚積んじゃう人ですね。僕もなんか周りのネクロマンサーのデッキよりは気持ち重いくらいの気にして、なんかリソースがち狙うことは多いですね。ちょっとだけ遅いとそれがやっぱ有利になったりするので、死の祝福とかゾンビパーティーとかをいっぱい入れる。ネクロエレメンタラーとかどうですかね。あれは結構実はなんか最近良かったりします。入ってる人いますよね。結構刺さりそうですよね。あれにウルスしたりとか、骨散らかしながら暴れられたりとか、ラハブ倒せたりとか、ミラーでは強そうですね。強そうですね。じゃあやっぱりネクロもあれですかね、ヘクター軸にするとゴブリンプリンセスとか横に完全に広げていくとかもあるんですけど、どっちが多いですかね。もうそうなるとミッドレンジネクロですね。アクロネクロというかミッドレンジネクロ、まあどっちも多いですもんね、絶対大会だと。どっちも結局多分ヘクターが主力なんですけど、まあでもアクロネクロはミッドレンジネクロにやっぱ結構きついところが多いので、そうですね、結構祝福で止まっちゃうんですよね。まあそうですよね。悩むな。でもミッドレンジ以降のネクロが多いかなと。ただそこ暗モーションしちゃうと今度ドラゴンになっちゃう。なるほど、絶妙なポイント。難しいですね。ちょうど中間ぐらいのデッキが一番良さそうだ。中間が一番どこなのか。最近地味にデスタイラントも出てきますよね。デスタイラントもね、あんま出てこないんですけど、当たりますよ。なんかもつれにもつれた時になんか意外とミントデスタイラントとか来て、そうなんですね。じゃあもう普通に余裕じゃんとか、かかってこいとか思ってたらボーン13点みたいな。なんでまあ結構面白いデッキがまた出てくるかな。そうですね。ミントがどうなんですかね。ミントね、デスタイラントその時だけしか強くないですよね。確かに4ターン目だとやっぱゴリ当てになっちゃう場面が多いかな。でも相手に破壊を促せるんで、そこはいいと思うんですけど、破壊を促せるかな。まあでも5ターン目にミントいたら6ターン目デスタイラント出せますからね。画面越しになんか持ってるぞってアピールしてね。確かにすごいすごいとかやってる。悩んじゃうね。やっぱドラゴンミラーだとどうですか。ライトニングブラスト、ウルボロスを消すですよ。もうバハムート3外せないですよね。だと思うんですけどね。さすがに。でも相手ドラゴンミラーだとサハルシあんまり機能しないじゃないですか。そんなことないですか。サハルシ結構使いますやっぱ。サハルシじゃなくてサハイスラだったら相手のウロボロスを一方的に消せてとかもできると思うんでいいと思うんですけど。なるほど。そのサハクイエル型のドラゴンなのか、普通の単純な疾走ランプ、どっちの方がいいのかなっていう、そこら辺も分かりますよね。ですよね。でなんか疾走の方がミラーでは強そうですよね。シンプルに顔殴れとか。そうですね。そんな気はなんとなく。バハムートの置くタイミングとかいまだに分かんないんですよね、ミラーだと。そうですね。相手が出てくるまで出したくないですよね。自分のバハムートの方が多いのか相手のバハムートの方が分かんないですからね。そうですね。先行始まりますね。なんとなく多そうだな時に基本先出しがやっぱ不利なので、そこは難しいんですけど、やっぱ僕のおすすめは反させる。バハムートを返してね、バハムート先に出し相手のバハムートを釣り、反さゼルフォルテで18点。でも意外とね、大会だったらあるかもしれない。本当に反さあるかも。あれって負けたら嫌だな。ハンサに俺負けんのうちの彼女はハンサで結論ハンサ。はい、というわけでエルフ、僕ちょっとエルフはそこまでわからないので、エルフは何が得意なんですか？ネクロに勝てるのですか？いや、まあ黒はきついですけど、ドラゴンになんかちょっと相性がいいんじゃないかみたいな話が上がってますよね。なんか世間一般的には全部雪だるまにできるからエルフいけんじゃねみたいなことになってるんですけど、正直怪しい。いや、リリーも出世したな。でもネクロとドラゴン以外にはかなり2人はしっかり勝てる。ドラゴンにも勝て気味、勝てるんですかね。そこはよくわかんない。未定ですよ。結構構築にも寄ってくると思うので、お互いの構築もそのネクロマンサーを見て森の石とか入ってるか、それとは別にもうドラゴンに絞るみたいな構築もあると思うんで、ジャングルの守護者とか本当結構ゴリゴリドラゴンに対するカードで、その辺をどこまで入れるかとか。逆に ネクロマンサー相手だとしたら、なんだろう、エルフクイーンがの枚数を増やしたりとかって感じですかね。あとは本気で森嵐を引くみたいな。本気でメインメイン森嵐っていう手法ですね。負けますよね。厳しくなっちゃいますよ。本当に嫌いな人はユエルとかまで入れてますね。ああ、そっかそっかそっか。ね、これ絶対に許さない。あん方弱いんで、基本的には弱いんで、あんまり良くないんですよ。そこに進化切っちゃうと逆にフィーナとか切った後に引いちゃうとゴリアテになっちゃう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まもなくね、大阪大会予選、皆さん頑張ってください。ちょっと東京予選の前にはみんなね、仕上げにかってるので、ちょっとこのような動画はちょっと出ないんですけれども、東京ではおそらく3人ともファイナリストにね、まあ間違いないです。間違いない。だから多分400万も多分この中から出るのかな。まず出る。まず出る。はい、持ってますので、はい、皆さんも頑張ってください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。